はい、ということでね、道に迷いまくってね、なんかよくわからんところに来たんですけど、なんかキャンプ場らしいですね。施設の滝キャンプ場ってなってますね。なんかキャンプ場みたいで、結構いっぱいお客さんが来てるみたいですね。まあお盆やからキャンプも人潮なんですけど、ね、私ね全然キャンプとかやらないんで、ね、こういうキャンプ場があるの知らなかったんですけど、完全に道迷って、うどんのからね、完全にだいぶ外れてみたいですけどね。ただこれ、多分これがその滝なんでしょうね。めっちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ね、まあ、いい青空で。あら、結構立派な滝。水車なんかもありますね。呼び方書いてある。施設って読むみたいですね。知らんかった。あ、でも滝だ、綺麗だ。これ結構立派な滝ですね。あ、中津坊ではキャンプ場利用の方が、こう、利用されてみたいです。あ、これ、立派だな。あ、いいな。あ、ここになんか説明書きが書いてありますね。紀宝町、あさり神社西かな。竹の谷、下流、竹の谷にかかる滝であることから、昔は竹の、谷の滝と呼ばれている。だから和歌山藩主、頼宗さん、が、この滝を褒め、次の漢詩を読んだと、うん。なんか書いてありますね。漢詩なんでちょっと読めないですけどね。しぶきが雪の舞のようだからってことですね。まあ、確かにこの辺りって雪降らない地域なんですよね。なんでかなと思ったらそういうことか。で、施設の滝と呼ばれるようになったと。風が吹くとね、今日はちょっと風が鳴いてますからね、あれかもしれませんけど、これがもうちょっとパーッと飛んでくるってことなんでしょうね。これがちょうど、ね、そのしぶきがね、滝のようだってことで、どうも施設の滝、あの雪の舞うようだってことなんですね。で、こんなところに水車なんかもありますね。あ、結構買ってんだ。あら、いろいろいますね。くるくる、泡かいて泳いでますね。結構、アマゴやら、アユやら、おるみたいですね。でも、施設は新しそうですけどね。先はまあ、昔からあったんでしょうけど、多分、後から作ったんでしょうね。中にね、売金があったらね、ちょっとね、なんか買っていこうかなってところですけど、どうもキャンプグッズとかはね、いろいろバーベキューのレンタルとかいろいろやってるみたいですね。で、こっちはコテージがあるってことは、まあ、宿泊なんかもね、キャンプのテントじゃなくてもね、コテージにこう寝泊まりとかもできるようになってるのかな。一応売店あるわ。ちょっと売店、あ、マスク忘れた。ちょっと飲み物あたりでも買ってきましょうかね。ちなみにね、気温はだいぶ高いですね。今ね、温度計見たら35度ってなってましたね。これね、結構山の上登ってきてるんで、これ多分都市部の方じゃったら37度とか行ってるんじゃないかな。ねえ。まあまあ言って熊野川の上流の方ですから、上流とまでは言わないかな。中流ぐらいには来てるはずですけどね。記念植樹されてあるんですね。天皇陛下の、記念植樹といただいてますね。そうなんですね。他にも、鈴木知事も、入ってますね。なんか元気やで、紀宝町川竹感謝祭り記念植樹ってなってますね。なんか新しい、平成25年、まあ結構最近ですね。で、この先はね、さすがにちょっとこっから降りるのは危なそうやけど、これ熊野川ね、綺麗ですよ。非常に綺麗な感じになってます。ただね、これね、困ったことで、この川向こう側ね、もうね、和歌山県ですからね、こっちには行けないということなんでね、まあ、今ね、かなりギリギリのとこ攻めてますからね、もう県外出たらダメですからね、今回。今、どんなあたり？施設の滝はここのあたりだよね。熊野川は、この鉢の奥の方とかも結構あるみたいですけど、ちょっとさすがにこっちまでは行けないかな。
本来の目的、宇都の駅だったんですけどね、駅前のあたりまでは来たんですけどね、すっかり道を途中で間違えちゃったみたいで、キャンプとかするような人向けの感じみたいですね。まあ、それの受付も、がメインって感じみたいですね。チラリと覗いた感じだと。まあ、とりあえずちょっと、自販機でいいや。ね、ちょっと買っておきましょう。大道のうどん茶なんてこんなん見たことないな。まあ、せっかくだし、カレー買ってきましょうか。よいしょ。結構キャンプされてる方も多いですね。いやーでもね、直射日光やっぱし暑いですよ。ちょっと地図を見てね、確認していこうと思います。コテージ利用の方なんですね。こんな感じでね、まあここでしたらね、多分コテージとかの利用でしたら全然3密もね、へったこいもない感じのね、ところですからね、多分問題なく利用できるんじゃないかなと思いますけど、問題はこれ実験で今結構風が吹いてますけど、どうかな、これで音が入ってなかったらね、今後この防音対策やっていくんですけどね、ちょっと川がね綺麗なんで、途中でねちょっと川が取れそうなところがあったらね取っときますよ。そっち側やったら綺麗に映るかな。で多分道としてはね、どっかで川渡って、あっち側の道行ったら、多分、うどろに戻るのすぐ戻れるんですけど、今回何して、三重県出てはきません。これね、ギリギリ、もうこう渡ると、和歌山県になっちゃいますんでね。そう。さあ、どうかな。ここの音が、綺麗に取り取ればいいんやけど。まあ、ちょっと、あまり川が見えないですね。来てみたはいいけど。まあまあ、こうね、雲の動き見たらわかりますけど。まあまあ、風があるんですよね、今。よいしょ。まあでも、いい景色、いいね、緑に、いい空の青に、滝も見れましたしね。やっぱ滝をね、こう近くで見ると、いいですよね。まあ、ちょっと止めさせてもらってね、あれですけど、まあ、一応ね、飲み物、ここで買わせてもらったんで、一応これで、よしとさせてください。はい。よいしょ。まあ、紹介もね、できたかなと思いますね。何でしたっけ？施設の滝の、なんかキャンプ場ね。はいはい。ね。いや、いいところでしたよ。